こんにちは、催眠術師のダイです。皆さんは異性の歯にノリがついていたら言えますか？僕はね、それをさっと言える彼女が欲しいですよね。さらっと募集すな。でーん。ということで今回の曲は男友達に脇毛見せるドッキリだそうです。いや、久々にドッキリ引っかかりまして、ちくしょう。はっちゃりプレゼンツ、イエーイ。男友達に脇毛を見せたらどんな反応をするのか。あ、でも今はないですよ。今はないんですけど、しかしですよ、私のこの美しい脇毛に、脇毛じゃない美しい脇毛ですよ、チリッチリの脇毛があったら大君はどんな反応するのでしょうか。ワクワクしますね。では早速脇毛を作っていこうと思います。今回脇毛の担当の100均で買いました、エクステ。そしてこちらもアイプチ。では脇毛制作スタート。ブーよっしゃ、やってくぞい。やった。アイプチを脇に塗る人絶対ないよ。なし、わかる？いや、天才じゃない？やった！もうわかんのかな？わかる？これで大君騙していくぜ。ちーちー、熱くないっすか？ちーちー、スッと切る。それで痛くなくなる？痛くなくなるよ。いやでも自己催眠って痛んないから。こういうのはマジでやってる。そうなの？マジで家でやってる。本当にこれできるの？だから幻覚とかは見えないけど、マジでこういうのできる。あぶいよ、今日。クーラーついてるでしょ。ついてるよ。た、た。眠い。眠いね。腕枕してあげようか。おれ。やばいやばい、怖い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 。なになに？キモい、それは。なんで？大体怖い。怖い。私は腕枕をしようかって言ったの。ええ、いいよ。童貞？童貞なわけないじゃん。この年で童貞の方が引くかもしれない。なんでちょっと感じたの？休憩時間でしょ、今。ねえ、楽しもうよ。なんでずっとその、なんか撮影っぽい感じで来るのよ。違うじゃん。今休憩じゃん。何しようと思った。じゃあ、脇がさ、汗かいちゃったから、ね、ちょっと乾かして。乾かして。最近、催眠療法のさ、話がよく来るのよ。結構ね、呼ばれるようになったよ。めっちゃすごいじゃん。進化したね。めちゃめちゃ、本当になんか、いや、病院でも全然治んなかったんですみたいなやつも、もう治りましたみたいな、どれが、うん、そういう時に本当やりがいを感じるよね。で、なんか臭く？元気だなぁ、おい。どうした今日はそんな気合入ってんの。私かもしれない。痛いでしょ。いいかい、マジで休憩しな。本当に休憩しちゃおっか。10分、今だね。やめか、マジで。眠すぎる。
何も変わんねん。それでいくの。やった、これでやる。じゃあ脇が入る、脇が入る、脇が入ってる、そう、どうじゃなくて、えいやいや、でも動画的にあちょい脇キャラじゃないから。えだってせっかく伸ばしたもん。マジ脇毛、マジ脇毛、そんな可愛いのに、ほら、いやいや、いらないでしょ。え、大事、可愛いのに大事にしてんだったら抜くの。伸びたね。伸びたねじゃねえのよ。まあ確かにな、なんか綺麗な人が脇毛生やして、なんかバズるみたいなのあるもんね。ああ、そっちか。あ、いい、まあそっちより、まあそれ一回考え出して。今日は、いや、何言ってんの。なわけないでしょ、ゲイ！てってれー！ドッキリでーす！本当に脇毛っぽい。ドッキリ？ドッキリです。ああ、びっくりした、びっくりした。冷静なんでだから、ちょっと。いやいや、なんかマジでマジで。ああ、ありかなーって思っちゃって。脇毛ギャル。いいな。思った感じじゃない。この動画。違う。じゃあもうこれで一本、今日。これで一本だと思った。やったー！おい、なんか、なんかなー。なんかしっくりこねんだよなー。いやいやいや、もっとね、本気で俺にドッキリはかけないとね。俺結構リアクションインフォだと思うよ。眠って。見つかって目を覚ますと、あなたは、この撮影の記憶一切ない。なので、脇毛を自分で生やした記憶も一切ない。そしてこの催眠術をかけられた記憶、催眠術という概念が頭から消えている。見つかせると必ずそうなる。一つ、二つ、三つ、アクセス。まもなくですね、撮影は。うん。頑張ろうぜ。うん。こう、体動かすやつだから、伸ばしてるから。しょい、やったるぜい！こっちさ、うん。え？ちょっと脇毛生えてない？生えないよ。なんで？脱毛してるし、生えないよ。生えてるよ、どう見ても。あ、ごめん。ゴミついてた。いやいや、もっと見てよ、もっと見てよ。ゴミじゃないって。な、待って。やった！え、入ってるじゃん。なんで撮るの？やめて。いやいやいや、一応なんか、撮れ高かなと思ってましたよ。YouTuber として。それ出さないで、絶対。撮らないで。いや、俺らの思い出の動画みたいな。思い出の動画とかある？思い出の動画、なんか、あの時こういうことあったよね、みたいなでいいんじゃない？じゃすごいポップにさ、その脇毛紹介してみて。はい、私は脱毛したにもかかわらず生えました。やった！これ乗せていい？それはやめて、マジで。だからいつか思い出動画として見るからさ、5年後のハッチョリにメッセージ残そう。未来の5年後の私へ、絶対なんて絶対ない。おー、広告っぽいね。なんか絶対なんて絶対ない、すごい、確かに。じゃあお疲れ様でした。お疲れ様でした、ありがとう。ハチョリ記憶スッと戻る。戻ったね。いやいや、戻ったね、記憶。うん、バカみたい、マジでマジでバカみたい。ハッチョリ、じゃあドッキリ成功。バンザーイ、バンザーイ、バンザーイ、バンザーイ。何なの子なんだけど、私こちら先着1名様にあげたいと思います。応募方法はこちら。いやいや、いらないから、そんなのいらないからあげる、いらないよ。